こんにちは。今日は名古屋名物台湾ラーメンを作ってみたいと思います。台湾ラーメンを考えた、名古屋市千種区の味仙っていうとこ、僕店の前までは行ったことがあるんですけど、食べたことありません。想像です。まあ想像というか、テレビとかでいろいろやってるんで、こんな感じで作るんだろうなっていうふうなもんですけど、まず今回そのベースになるスープはですね、こんな感じで豚軟骨を煮ています。これはこれで甘辛味付けをして食べるんですけれども、これで出るスープをラーメンに使おうと思って、まあそれで今回ラーメン作ろうと思ったんですけどね。このスープを使ってラーメンを作りたいと思います。もう結構2時間以上は煮てるんですけれども、ネギと生姜とニンニクを入れてますね。まあ軟骨は軟骨で食べますけれども、このスープをラーメンと、あとその台湾ミンチっていうのを作るんですけれども、それに使いたいと思います。まあ豚骨だしと変わらないと思いますので、では、台湾ミンチから作りたいと思います。材料は豚ひき肉、あとは唐辛子、これはラーメンに入れる分と台湾ミンチで使う分と一緒になってますけど、唐辛子、生姜、ニンニク、あとは、豆板醤、豆豉醤、甜麺醤、とはファージャオっていうんですかね、花椒ですね。うなぎに使う、なんて言うんでしたっけ、忘れちゃった。あれとはまたちょっと違う香りがしますけれども、これを使いたいと思います。あとは炒め油ですね。これはもう普通のサラダ油で、あとついでにラーメンの方にはですね、醤油、醤油ベースで作りますので、醤油で、あとニラ、あと麺はこれは適当です。なんかスーパーで売ってた札幌ラーメン用の麺ですけれども、まあ中太縮れ麺でちょうどいいので、これを使いたいと思います。では台湾ミンチから作りたいと思います。ニラはとりあえず溶けといて、唐辛子、これラーメンに直接使う分も一緒に刻んでしまいます。結構辛い食べ物として有名なので、台湾ラーメンって店によってオリジナルの辛さがいろいろあるみたいで、いつかは食べてみたいなと思いつつ、いまだに食べてはいません。なんかアメリカンっていうのが普通よりも辛くなくて、イタリアンっていうのが有名な普通よりも辛いやつで、なんか噂によると店によって、ある店にはアフリカンという超絶辛いのがあるらしいですね。ヤンオト店かな。ヤンオト店だったら割と近いんですよね、うちから。あとはニンニク、
パッパッと刻まなくても、もうひき肉にまみれて形は見えなくなっちゃうと思うんで、適当に切ります。忘れないうちにラーメンに使う分ちょっとどけときましょうか。まあこちらでニラと一緒にしておきます。まあ、こんなもんでいいんじゃないですかね。そして生姜ですね。これどうしよう、使っちゃうかな。この辺だけ軽く皮を剥いといて、あとはもう使っちゃいます。これも刻みます。台湾ラーメン、名前は台湾ラーメンですけど、台湾のラーメンではないですね。よく言われることですけど、名古屋に行ったその味仙の台湾の人なんでしょうね。味仙の人が考えた、もともとはなんかまかない飯だったらしいですけど、その人が作ったから台湾ラーメンだから、名古屋の食べ物です。味仙じゃなくて近所の中華屋で台湾ラーメン一応食べたことあるんですけど、本物ってどうなんでしょうねって感じで、あとはカップ麺とかね、ああいうのでは一応は食べたことあります。ちょっとこれで、では炒めにかかりたいと思います。では炒めにかかります。まあ、ひき肉から油いっぱい出ると思うんで、最初そんなに油使わないでいきます。生姜とニンニク、唐辛子全部入れちゃいます。出します。隣でずっと豚軟骨に似てるんですけど、もうすでにものすごいいい匂いしてるんですよね。臭み取りに一緒に入れてるネギとか生姜、ニンニクの匂いも混じって、すごいいい匂い、豚の匂いに混じっていい匂いがしてます。では台湾ミンチ、肝心な材料、豚ひき肉、1回で2分にしようかなと思ったんですけど、結構ニンニクとか生姜とか入れちゃったんで、作り置きの分もやってしまいたいと思います。ちょっとこぼしちゃった。
絶対ないんで入れちゃうね。ここで各種中華調味料を入れるかはお好みです。結構豆板醤とか辛いですよね。豆豉醤あんま混じらんようにした方がいいですよね。豆豉醤トーチっていう、このトーチだけでも売ってるみたいですけど、たまたまこのトーチジャンっていうのしか近所で売ってなかったんで、これ使ってます。甜麺醤、材料、目分量です。ファージャオっていうのは、あまり炒めに使っちゃうと香りが消えそうなので、最後に振りかけたいと思います。材料混ぜ合わせます。これ唐辛子も結構入ってるし、3本合わせて5本切ったんでしたっけ。その他に豆板醤ですから結構辛いですよね。多分ここに豚骨スープならぬ豚軟骨スープ入れます。今回たまたまこういう豚軟骨の煮込み作ろうということでこれやってみるんで、こういう格好のスープがありますけど、そうじゃなかったら別に鶏ガラの顆粒だしでもいいと思います。とにかく 何かのだしで何でもいいような気がしますけど、さあ辛いですよこれ、真っ赤です。辛いものマニアの人が見たらそんな全然余裕だよって思うと思いますけど、これで煮詰めていけば完成です。スープはスープでスープの味付けしますので、これ自体には塩とか醤油とかは使いません。実際はどうかわかんないですけど、あんまり塩分たくさんとっても健康に良くないので、でこの台湾ミンチを焼きそばに入れたら台湾焼きそばとか、スパゲティにかけたら台湾スパゲティとか、麺類じゃなくてもなんかいろいろ台湾ミンチをかけて台湾なんとかって言ってもいいっていう取り決めじゃないですけど、暗黙の了解が名古屋にはあるみたいです。どっかの店が勝手に台湾なんたらお好み焼きに入れて台湾お好み焼きとか、ね、そういうのも全然 OK みたいですね。辛そうな台湾ミンチ、
完成です。では今度はラーメン、台湾ラーメンですね。台湾ミンチはできたので、台湾ミンチこんな感じになってます。ではラーメンの準備をしたいと思います。この麺は1分半ぐらいでできちゃうんで、茹でが終わっちゃうんで最後の最後にしたいと思います。とりあえずニラの準備、ニラは僕は炒めた方が好きなんですけど、大体なんか店で食べてみるとニラは茹でるかひょっとして生かなっていう、スープの温度で温まっただけかなっていう店も結構ありますね。唐辛子とニラです。ではスープを用意していきたいと思います。さっき台湾ミンチを作ってたフライパンでそのまま取り掛かります。油を少しだけ、唐辛子、やっぱりちょっとニラを少し炒めます。まあ、本当にパラッとでも、あとこれが豚軟骨スープ、まあ丼一杯分、温めも兼ねてですね。では麺を茹でます。2分半になってますね。2分でいいか。これに醤油で、もう普通の醤油です。こんなもんですか。スープは一度もいいですね。こんな感じでスープを温めておきます。麺が茹で上がりましたので先に丼に開けます。そしてここにスープ、
家製台湾ミンチ。好きなだけ盛りましょう。そしてファージャン。こんな感じで台湾ラーメン完成です。食卓に参りました。一応辛いのでご飯も用意してます。どうでしょうかね。崩してこんな感じです。まあ麺は自分で作ってるわけじゃないんで、いただきます。うん、あまり醤油をこんなにいっぱい入れてないんで、薄あっさりめですけど結構辛みはあります。あ、結構辛いですね。スープ自体にはあの唐辛子ちょこっと入れただけなんですけど、台湾ミンチから辛みがかなり移ってます。こんな感じですね。台湾ミンチに入れた辛み成分がスープにかなり移ってます。うん、辛いけどうまいっす。うん、生姜がかなり効いてますね。あとまあ豆板醤とか甜麺醤とか、あともう一つ豆豉醤も入れてるんで、その味もにも結構助けられてると思うんですけど、一応ベースのスープは自分で取った豚軟骨だしです。ちょっとご飯も、うん、ご飯食べてからスープをすすると美味しいです。ひき肉をいっぱい絡めて、うん、このひき肉から出た油とか、あとあの豚軟骨の油とか、あと炒め油ですね、それらと唐辛子とか豆板醤が混じって、あのラー油入れたみたいになってますね。でラー油は一滴も使ってないです。うん、これは結構美味しくできました。豚軟骨とかいろいろ煮た時はラーメン作る大チャンスなんで、今度また作ってみたいと思います。それではありがとうございました。またよろしくお願いします。